はい、ベース用のフランジャーですね、BF2B、ベースフランジャーのサウンドを、ご紹介します。基本的な、まあ、フランジャーなんで、フランジング効果は、ギターのものと一緒なんですけども、根本的にちょっと違うのが、サウンドの中からベースの倍音の成分だけを抜き出してそこにフランジングを集中的にかけるという設計になっているので、原音の部分を、まあ、基本的にあんまりいじらずに、倍音のところだけをこう回していって、回転系を得るという感じになってますね。コントロールは、ギターのフランジャーと全くもうほとんど共通した形で、デプス、レート、それから、レゾナンスですね、レゾナンスを深く上げていくとよりちょっとこう強調されるというか回った感じが強くなるということで、まあ、ちょっと派手めにとかエグめにというか飛び道具的にかけることももちろんできますが、まあ、特にギターと一緒で、これなんかもベースをちょっと歪ませて使ったりする時にプラスフランジャーみたいな使い方でするとかなり派手めにかかって面白いんじゃないかなと思います。インプレッションはどうでしょう。はい、そうですね、ベースコーラスもそうなんですし、はい、このベースフランジャーとかもそうなんですけど、はい、あくまで実音っていうかベース本来の音は、はい、まあ、潰れることがなくって、それの、まあ、それは潰れなくてちゃんとエフェクトがかかるっていうのが、うん、すごく弾いてて気持ちいいというか、そうです、はい、そんな感じがすごくしますね。はい、このベースフランジャーも実は1987年80年代後半に、リリースされています。ベースのコーラスも同じ時期なんですけど、まあ、多分ですねこれより以前っていうのはベーシストがエフェクトをかけるっていうのが今ほどは一般的じゃなくて、まあ、この頃から徐々にベースにもエフェクターをかけたい、まあ、例えばコンプ以外のエフェクターをかけたいっていう方が、まあ、だいぶ増えてきて、まあ、それにニーズに応える形でベース用のラインナップが徐々に整備されてきたんではないかなということが想像される。ちょうど割と同じ時期に重なって続々と、ベースのラインナップがボスの中でも充実していく、ちょうどそういう時期に当たるというところですね。はい、それではもう少しサウンドを聞いてみましょう。はい。